バートンはアメリカ海軍の駆逐艦、ベンソン級駆逐艦の一隻。艦名はジョン・ケネディ・バートン少将にちなむ。バートンは1 9 4一年五月二十日にマサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール・フォアリバーゾー戦所で寄港する。1 9 4二年一月三十一日にバーバラディーン・バートンによって命名浸水し、1 9 4二年五月二十九日に 艦長 DH ホックス少佐の指揮下収益した。バートンは1942年8月23日に東海岸を出港し太平洋に向かう。9月14日にトンガタプ島に到着し、10月5日にはブーゲンビル島への攻撃に参加。10月26日には南太平洋海戦に参加し、敵機7機を撃墜した。10月29日には ファブレジバ沖で撃墜された輸送機の生存者17名を救助した。11月12日、バートンは補給船団を護衛してガダルカナル島沖に到着。その頃、味方の偵察機がスロットと呼ばれた海域を南下してガダルカナル島に向かう日本艦隊を発見したため、第67.4任務軍司令官ダニエル・ J ・キャラハン少将は5隻の巡洋艦と バートンを含む7隻の駆逐艦に日本艦隊を迎え撃つため集合するよう命令を出した。艦隊公営の2番手についたバートンは日没前からおそらく真夜中に再接近するであろう日本艦隊に備えじっと待機していた。後世にアイアンボトムサウンドと呼ばれるようになる海域は時折フルスコールによって視界は狭まり日本艦隊にとっても そして第67.4任務軍にとっても不利な材料となった。しかし、日付が11月13日に変わった。直後の0時30分頃第674.4任務軍はレーダーによって、安倍後期中将の日本艦隊を探知した。ヘンダーソン飛行場砲撃が主目的の安倍中将の艦隊は、戦艦比縁と霧島を主軸とし、 他に一隻の巡洋艦と十一隻の駆逐艦で構成されていた。サボ島の北西方からアイアンボトムサウンドに入ってきた安倍中将の艦隊はスコールによって第67.4任務軍の動きをほとんど知ることがなかった。1時30分頃、夕立と応募式駆逐艦がスコールから抜け出て初めて両艦隊の視覚的接触があった。キャラハン少将は 第67.4任務軍を定時戦法の陣形に持っていき、安倍中将の艦隊は、第67.4任務軍を突っ切る体制になったが、最初の接触があってから約10分間は、第64.4任務軍の全英の駆逐艦が、夕立ちを見て、急旋回するなどの混乱があって、互いに砲撃をしてこなかった。バートンがあらかじめ砲と、魚雷発射艦を敵側に向け、 あとは攻撃命令を待つだけであった。1時48分、駆逐艦赤月が軽巡洋艦アトランタにサーチライトを照射し、これをきっかけに両艦隊の艦艇が入り乱れて、第三次ソロモン海戦が始まった。バートンとモンセンは乱戦を避けて戦うため、近在の日本の駆逐艦に対して砲撃を行いつつ、日本艦隊の主力に北西方から迫ろうとした。しかし、 バートンが比叡に対して4本の魚雷を発射しようとしたその時、軽巡洋艦ヘーレナがバートンの前方を横切った。また、アーロン・ワードに追突しそうになった。バートンは急停止の後、航行を再開しようと機関を指導させようとした。その瞬間、駆逐艦点新風から発射されたものと思われる2本の酸素魚雷がバートンに命中した。ボイラー室と、 全部機関室に命中して爆発し、数秒のうちにバートンの船体は分断。主官13名、兵員151名と共に沈没した。42名の生存者が従順洋艦、ポートランドにより救助され、26名がガダルカナル島からのヒギンズボートにより救助された。バートンは第二次世界大戦の戦考で4個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。